こんにちは。今日は私のおすすめの秋の夜長にぴったりのバスグッズと、そしてお風呂上がりのケアをご紹介したいと思います。今入れてるこちらの入浴剤はアユーラの入浴剤になります。いつもお風呂に入るときは髪から洗うようにしています。髪の後に顔を洗って体を洗います。シャンプーやトリートメントが残るのが嫌なので上から洗い流していきます。お風呂の中では温度をややぬるめにしてゆったりとくつろぐようにしております。入浴剤はこのアユーラのメディテーションバス使ってます。このグリーンのやつ昔から大人気だったんですけども、少し前にいただく機会があってそれから愛用してます。香りがとっても良くて、やっぱなんかお風呂のね香りって甘すぎずすっきりしすぎず、これぐらいの香りがいいかなっていう感じ。石鹸の香りにちょっと近いんじゃないかなと思います。このアユーラの入浴剤はいろんな色があって、グリーン以外にもピンクがあったかな。これしか試したことはないんですけど、これを最近ではリピートしております。でお風呂の中で、結構時間があるので普段はスマホ持って YouTube 見たり音楽聴いたりするんですけど、今日はパックやりたいなと思ってます。1週間に 1,2 回してるパックがあるんですけど、今からそちらをやっていきます。今からこのクレドポーのゴールドのパックやっていきたいと思います。お風呂に入ってると猫がね来るんですよ。見てみて。でも猫はお風呂嫌いなので中には入りません。こういった金のパックになっています。はけで取って顔につけます。ある程度結構ねがっつり取ります。あまり高いお湯の温度でやると半身浴してて、ね、汗がきてパック流れちゃうんで、少しぬるめにして長くお風呂に浸かれるようにしております。この内側から外側に伸ばしていくのがいいんですよね。パックできたら5分から10分ぐらいかな放置します。そして洗い流します。このサボンのデッドシーソルトは死海の海の塩を使っているそうです。普段サボンで出ているスクラブのものよりも少しラグジュアリーなものになっていて、より潤いがあるタイプのスクラブになっています。とってもいい花の香りと、そしてテキラの気分が入っております。さっきのアユーラの入浴剤のほのかな香りとこのスクラブ、とても相性がいい香りだと思います。
ぱりした。はい。お風呂上がりに水を一杯いただきます。お風呂上がりはこのシスレイのインテンシブコントワリングというこのクリームを使って、足をマッサージしています。これ昔から本当にすごく大人気で、チュアデスさんが飛行機に乗ってて足がむくむ時にこれをねつけてマッサージしてるよっていうのを聞いたことがあって、免税店で買っていました。脂肪細胞を分解してなんかねこう足のむくみを取ったりスッキリさせる効果があるみたいです。足がむくみやすくて、お酒を飲むっていうのもあるんですけど、もともと冷え性で足がむくみやすいのでこういったケアをしてます。この膝裏も結構ねボコボコしています。反対側の足もマッサージしていきます。よしよしよし。骨格診断が以前調べた時にウェーブだったんですけども、上半身の肉の質に比べて下半身がすごくがっちりしたのが特徴ということで、子供の頃からなんか足のむくみとか、あとこう上半身の肩の薄さに比べて足がたくましいなって悩んでたんですけど、骨格診断やってね、そうやって自分の体型とか特徴を知ってから、まあ、こうむくみもっと気をつけようとか、あと洋服も選び方気をつけようって思うようになりました。はい、ちょっとこうマッサージ終わると、最近はこのメディキュット入っております。着圧でいろんなの出てるんですけど、これも持ってるんですけど、あとこの腰まで履くタイプのやつとか、最近寝るように特化したちょっとモコモコしたタイプのもあって、いろんなのを履いて洗濯して履いて洗濯していいのを探しております。今回履くのはこのね腰までじゃなくて太ももまでのタイプを履きたいと思います。これは寝てる時もつけれるので、お家と寝る時もねこのまま寝てます。こういう着圧のレギンス、いろんなタイプ出てて何がいいんですかね。こういろんなの試してるんですけど、やっぱりメディキュットに戻ってくるんですよね、うん、このタイプなら外に行く時もタイツみたいなんであまり違和感ないんで一番愛用してます。他にもちょっとスポーティーなタイプとかモコモコしたのもあるんですけど、それはあまり外に行かないでこう家の中だけで履いてます。はい、ということで今回は私のおすすめバスグッズとお風呂上がりのケアをご紹介しました。このスリミングのクリームスッとしておすすめです。よかったね、チュー食べたいでしょ。はい、じゃん。ということで皆さんこの辺りでまたねー。